俳優の須田雅樹さんと小松菜奈さんが結婚を発表しました。須田さんと小松さんは去年交際していることが報じられ、ダブル主演となった映画伊都でも笑いとなっていました。そして須田雅樹さんから直筆のコメントが届いています。読み上げさせていただきます。皆様へ、この世界に入って12年と少し、一つ決意をしましたのでご報告させていただきます。 私、須田雅樹は小松菜奈さんと結婚いたしました。これまでたくさんの方々に支えられて、今日この日を迎えられています。いつも本当にありがとうございます。日頃より応援してくださる皆様の言葉やそのエネルギーにいつも勇気をもらっています。先日登壇した舞台挨拶にて、約2年ぶりに見た客席満員の映画館の景色は、 次のステージへの僕の原点になると思います頑張ろうと心の底から思いました皆様へ感謝の気持ちを忘れずにこれからも作品と向き合っていきますそしてまだまだ未熟ではありますが僕ら2人温かく見守っていただければ幸いです自分の人生ともしっかりと向き合い2人で幸せな家庭を築いていきたいと思っております これからもよろしくお願いします。須田まさということでした。